この意地の見せ所ですよ。ナビナスクワさん、ホムラ、ホムラさん、ホムラすか、はい、ホムラワルプル以上です。本気出す。あ、お願いします。いきます、はい。5ゲームはいはい、じゃあこれ嬉しい。さあボーナスがいいんだよね。ボーナスの方がいいですね、やっぱ安定するんだ。チャンスで引きましょう。ほう、あ、嘘でした、外れる。あった、ちょっと待って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 、ね、目ひんむいてねえ、なんて20枚なんだよ。いや、チャンスでだと勘違いしちゃったんですよ。まあまあ見てください。ボーナスくれ、ボーナス。まあ20枚が基本なんだ。20枚、どーら。まあまあ20枚が基本なんだ。ね、ボーナス1個しか入れねえじゃん。いや、こっからこっから男の意地の見せ所ですよ。ナビナスクワさん、ハズレか競争です。競争です。控えめ、ね、控えめに言ってまずい、ねね、控えめに言ってちょっとこの流れはまずい。さあ、うわ、危ない。こっからあの終わるまで。あ、なるほど。気合だろ、燃えろ。まあまあまあ、最低限、最低限、最低限仕事はします。このボーナスがエピソードだったりはしなそう。いや、でもここでワルプルぶち込んでやりますから、まあ見ててください。いや、これ今日の感じだとようやっと闘牛に変わったのかなと思ったら、水牛のままじゃねえかよ。何やってんだ。美味しいチーズ作れますよ。裏マジックアタック入っただけでもでかいんで、ほらもう、ほらもうやることはやった。名門高校に入っただけで十分みたいな話になってんじゃねえかよ。しっかりやれよな。言葉が出ねえ、何も返せない。いやいや、見ててください、こっからですから。枚数も乗ってませんね。頼むよ、なんとかしようぜ。ただここで引くのが一番効率いいんです。はい、ナビナス来いよ。ナビいらねえからな。これあんじゃない。ありますね。これで右から押して中段にベルが止まるとジャクテリーの可能性すごい高あるんで、熱いです。ほぼダメ。まだ強ベルとかもあるんで、あ、ほぼないですね。ないです。300枚出たんだ。でも300枚が最低ラインスで297枚3枚足りてない。いやー、これどうしたもんですかね。俺もちょうど飲まれたんですよ。そうですね。だから結局こうなってくるとルパクさんとの差は、まあ、そんなに広がってないんですよね。ただこの際もう一周行っていいのかな。お、あ、強制です。いや、まあちょっと一回見てきますわ、今どういう状況か。あ、店内、はい、あ、早いですね。早い。あ、ありますよ、それ。一応強制に引いちゃったんでよく分かってなくなっちゃいましたけど、ゲーム数の可能性もゼロではないですよね。3、4、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、6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 8、59、60、61、62、63、64
たりそう。当たりますね。いやとはいえ稼働が簡単だな。これ一応まあ朝一一発目の当たりで有力感切れてなかったら有力感が610、まあ290で天井行くんで、で朝一の当たりで有力感切れてたらまだ天国チャンスへの可能性はギリギリ残ってることが、あ、こっちにも一応397っていう台が空いてるんで、まあどっちでもありかな。もうちょっと回っててほしいんですね。500は欲しいんですけど。嵐くん、はい、じゃあ行きますね。俺前からし、あ、頑張ってください。今天使6000円です。あんまり頑張りすぎず頑張ってください。いや2人でほらたくさん買って帰ろう。そう、そうなんですよ。それですよね。誰かが幸せになる未来はいらないんです。お、確実にソウルジェム青がつきました。お、リプレイですね。あ、リプレイ引いた。じゃないですか。はい、強子は結構強いですよ。あー、ダメだった。30枚。いや、僕としてはちょっと救われましたね。なんで強子って分かるの？あの、もう声ですげえな。で、一応あの強子を元気にする魔法っていうあらシステムあるんですけど、教えましょうか。大丈夫です。いや、教えます。いや、自分元気にしろよ。うーん、いやー、魚拓さんの場合良さそうだな。ホムラ、ホムラさん、あ、ホムラさん、ホムラっすか。はい、ホムラワルプル以上です。全部ついてます。そうなんですよ、鳴り引いても OK なんで。で、そこでレア役引けるとめちゃくちゃ強いです。レア役は引けず、リプレイでした。あ、いいですよ、全然。ボーナス、あ、ボーナスだったらエッジオートじゃないですか。あ、すいません。ボーナスで、あ、エピソードボーナス。はい、いや、これまずいな。絶好調っすね。じゃあ、あの、渋々ですけど、一応チバリオの0の400っていうのが空いてて、はぁ、行く。で、一応レグの490は有力感切れてない可能性が高くて、そうすると当たっても連チャンしない可能性が高いんです。はいはいはい。で、これは朝一からハマってるんで、天国チャンス A でハマってる可能性、一応ゼロじゃないはずなんで、まだ初当たり引いて連チャンに行く可能性もありますし、最悪天井があと500ゲーム後に来るんで。確かに、はい、それ500いったらもうおしまいだからね。飛ばしゃいいんですよ、飛ばしゃ完走します。あれ、なんでマイザーアタックだと思うんです。343枚。あー、行けやった。健闘を祈るよ。いやいやいや、今だけですよ、そうやってニコニコしてられるのも。頼むよ。一緒に会いに行こう。あれはあんま良くないですね。あのエントロピーっていう単語が出るといいです。331枚。さあ、それでは私は343枚持ってチバリオのノーボーナス415ゲームから再開でございます。もういつものパターンなの。こっからもうクソ負けっていう感じでしょ。まあでも相当リスク高いことはやってます。いやでも、世代さん、はい、リスクの先にこそ未来は開けるんですよ。いや、地獄もあるよ。大概地獄見てますけど、これ、またチャンス目来ました、これ。おー、
ったか。あ、暑いっすよ。赤まで光りました。めちゃくちゃ暑いっす。この流れはほぼ当たりそうっすね。いつも当たりやすい。これ2ゲーム目に爆発するとチャンスだな。あーダメだった。ダメでした。あーチャンスボタン絡まなかったですね。チバリは混んでるの。チバリはやっぱ結構混んでますね。ただ一応あの隣空いてるんでよかったな。あー大丈夫です。なんでそこで叩き合いをしなきゃいけないんだよ生き残ろうって言ってんのにいや俺もこんな予定じゃなかったんですよ。ちょっと大移動したばっかりなんですけど、はい、隣の隊が658でやめたんですよ。さすがにこっちに移ります。はい、通常 A か天国チャンス A かの可能性は一応残るはずなので、次の当たりで飛ばせるとめちゃくちゃでかい。まあ、ただあまりにもハマりが深すぎるとやっぱ通常 A なのかなと思うんで、一回当てた後ですね勝負は。佐々木さん、行っちゃいましょう地の果てまで。待ってますよ。完全に道前しようとしてんじゃんお花畑で待ってますよ。お花畑は脳内だけなんだよなもうあ、ここで5の倍数ですね。1個ずる700だからもう30ぐらいいってる可能性はありそうですね。お、あ、いいんじゃないですか。倍数チェリーの人間っぽいチェリー来た、来た。いや、あるあるありますよ。これはもう一発、もう一個チェリーだな。あ、来た。京滝さん素晴らしい、やりましたよ。い、私まだ持ち玉113枚残ってる状態で、ね、レギュラーです。なんでビッグ気化するもんだよ。ただこれ一応ワンチャン飛ぶ可能性まだありますからね。ワンチャンミュリッカン切れなくてももう150ゲーム後には天井なんで、どっちに転んでもいい。予告なしのパイン出ちゃってるんでちょっと怖いですけど、ワンチャンある、頼む。32ゲーム目のユリカナンパどうなる。あー消えない、通常 A だろうな。ただあと100ゲームでボーナス当たります。これは結局泥試合になる可能性が出てきます。やばいだから俺の左手として多分結構打ち慣れてるはずなんだけど粘ってんじゃん。あ、左側の方ですか。左側の方多分すげえ知ってる方ですね。はい、当たり6回取って粘ったじゃん。多分全体系を探してるのかな。マジハロをババッと全部抑えられました。あ、全体系探せるっぽいですね。さあ天井到達です。あとは全長経由してボーナスが当たると。わあ、当たった高速処理です。よし、ビッグです。おめでとうございます。ありがとうございます。高騰し2万円なんでまだまだ可能性あります。問題はそれが連チャンするかどうかだね。そうですね、2枚目苦しくなってきますね。お互いこれ100ゲーム置きに必ず連勝いくわけではない。基本は200置きぐらい、200、400、100と200だけ100円間隔なんですよ。ただここは抜けちゃうと思うんですよ。有力感継続後なんで。だから32で有力感がジャンプが消えた後が僕の本当の勝負になりそうですけど、まあまあ一応可能性ありますから。500で当たるのはいい兆候なんだ。500で当たるのはいいです。まあとりあえず当たるまでいこう。今400抜けたってことですよ。今ね470何歩。なるほど、まあ、どっちにしろも当たるまで行くしかないと。切れました。まあ 50% を射止めて早い当たりが引ければ連チャンの可能性がかなり高くなるんで、もう
今からのレバーオンで全ての運命が決まると言っても過言じゃないですね。ここはもうちょっと×のルートと丸のルートがあるとしたらもう絶対に丸のルートに飛び込んで、もうウルトラクイズのあの二択をイメージですね。でドローに落ちるなよと誰もわかんねえ今うわニューヨーク行きたいかって言われたとわからん。マットの上に飛び乗るんだこっち。よしさあ、あとはもうただひたすらに速いやつ初当たりが来ることを祈るのみ。天国モードでジャストミートレバーオンで、はい、この真ん中のソウルジェムから、はい、ボボボってこう何なんですか。あ、汚れですね、はい、これは何なんですか。これある程度溜まってますよっていう下で、っていう下なんだ、はい、で2個から漏れることがあるんですけど、はい、2個から漏れた場合はあの AT 終了時に必ずあのマギカアタックもらえますよっていう状態に。それはもうどこまででも行くんですか。いや、一応チェリー5回までを見た方がいいと思います。で5回でもし掴んなかったら諦めた方が無難だと思います。なんでこれでチェリー3回目なんであと2回です。チャンスはダメか、当たってるな。さあ5回目、これラストチャンスですね。いやー、ダメっぽい。ゴールのプールに落ちたか。さあこれで600、ここで汚れをもらってどうなるかですね。めちゃくちゃ溜まったけど汚れがめちゃくちゃでかいの出ましたか、はい、まあ、まだ16ゲームしか回せないんですけど、まあ、手に出てないんでこれダメだったと判断して一旦この台はやめましょう。他になんか良さげなのあるかだけ見ましょう。またあれまあまあ合算、まあビッグ引けてないとちょっと怖いですけどね。レグついてる鼻の方は開いてるじゃないですか。トントンライン、まあ中番茶中間くらいは最低でもありそう。まあこれで様子見ましょう、うん、今むやみやたらに打つよりはワンチャンあるかもしれないんで方に移動します。大体この辺で当たるっすよね。ここで大体当たりますね。130、これチャンスアップねえな。大体そこは当たるんですよ。本当だ。さあ、今年17638で当たりました。下がりだ。これ強調か。おお、強調でチェリーは何をもらえるんだ。マギガアタックです。マギガアタック今いくら使ってるの。僕2万です。で持ちコインか。持ちコインは5枚ですちょっと待って、この強チェリー次第では。いや、ありえます。え、テライは下回ってないよ。いや、寺井君はもうあっという間に前の方にいますよ今。え、マジで。いや、もうだいぶ前方の方走ってる。嵐君、まずそれはそれは非常にまずいんじゃないの。いや、まずいんで、もう必死の花々ですよ、これは。うわー、めちゃくちゃ熱いっすよ、それ追撃行ったら激熱。おー、そう俺の逆襲が始まります。近日オープン。いらっしゃいませ。愛知県豊川市にメガボンコロができます。いや、楽しみですね。そうだな、まもなく解散募集も開始するみたいです。ついにか。あ、会員募集の時間だ。